エミル・ハルフレドソンは、アイスランドハフナルフィオルズール出身のプロサッカー選手。元アイスランド代表。エーズディ・ソーナ・カルチョ所属。ポジションは、ミッドフィールダー。FH ハフナルフィオルズールでプレーしていた2004年8月、フランク・アルネセン SD の目に留まりトッテナム・ホットスパー、FC に移籍。同時期には、アンディ・リードとレト・ツイークラーもトッテナムに加わったが、 三人とも2007年までにチームを去った。リザーブチームではレギュラーを務め、2005から06シーズンのリザーブリーグ優勝に貢献した。2006年1月、スウェーデンのマルメ FF にレンタル移籍。レンタル復帰後もトップチームでの出番はなく、2007年7月にノルウェーの FK ンに完全移籍で放出された。2007年7月、 セリエへのレチーナ・カルチョに移籍。2009年8月、フットボールリーグチャンピオンシップのバーンズリー FC に、レンタル移籍。2010年8月、エラス・ベローナ FC に、レンタル移籍。ベローナではレギュラーに定着しチームのセリエ B 昇格に、貢献した。2011年6月、ベローナへ完全移籍。2016年1月、ウディネーゼ・カルチョに移籍。 2018年7月、フロジノーネ・カルチョに移籍。2019年1月22日にフロジノーネ・カルチョとの契約を双方合意で解除した。解除後、新たに契約してくれるクラブが現れなかったため、無所属となった。無所属状態が約1ヶ月続いた同年3月1日に、以前所属していたフルスのウディネーゼ・カルチョに、シーズン終了までの短期契約を結んだ。 UEFA ユーロ2016のメンバーに選ばれた。ありがとうございます。